中谷人志、中谷人志、中谷人、1979年5月5日体は、和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手、保守、高校野球指導者。佐藤市弁学園和歌山高等学校の出身で、現役引退後の2017年度からは、職員として同行に復帰。復帰後は、公式野球部の専任コーチを経て、 2018年8月24日から、同部の監督を務める。小学校低学年の頃太ってきたために、地元の少年野球チーム、友好少年野球クラブに連れて行かれたことから野球を始めた。同チームの2年上には後に、チームメイトとなった前田中説がいた。和歌山市立友好中学校に入学。この頃は、ヤクルトスワローズ全盛期で、 監督である野村克也、古田敦也の影響で保守の面白さにはまっていった。佐藤市弁学園和歌山高等学校、千弁和歌山高校に入学後、聖保守として甲子園大会に3度出場する。の第68回選抜高等学校野球大会で準優勝。の第79回全国高等学校野球選手権大会では、首相としてチームを引っ張り、 優勝に貢献した。同大会では打率、563を記録。チームメイトには、高塚信之や北隆がいた。高校通算21本塁打を記録。1997年秋のプロ野球ドラフト会議で、阪神タイガースから一位指名を受けて入団。同期に、井川圭、坪井智也がいる。2年目のシーズンとなる春、一軍主戦保守の一人であった。 山田勝彦とは相性が良くなかった井川をウエスタンリーグで連続関東勝利させる。将来の正捕手候補として期待されていたが、他人の投げた携帯電話が左目を直撃して視力が大きく低下。投げた相手としてメディアによって記述が異なり、友人、またはある同僚選手、ある投手とされている。失明寸前となって選手生命の危機に陥る。しかし、 その後地道な練習が実り、実戦に支障が出ないまでに回復している。プロ入り5年目にして、初の一軍昇格、正捕手、矢野照弘の骨折などもあり、出場機会に恵まれ初安打、初打点を記録した。打撃成績こそ振るわなかったものの、リード面での評価は高く、また安定したフィールディングを見せた中谷に期待を寄せる、向きもあった。 だが、は、野口すひの加入によって、控え保守の層が厚くなり、再び2軍での登録が増え、終盤に1軍登録されたものの出場機会が、なかった。岡田明信が1軍監督に就任した以降は、若手保守陣から加野圭介の育成を重視する、方針に切り替わったこともあって、1軍公式戦への出場機会がなかった。のシーズン終了後に、 金銭トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍すると、2は1軍公式戦8試合、イースタンリーグ公式戦29試合に出場。秋にはフェニックスリーグに参加した。は、怪我で出遅れ、さらにルーキー島元博の抜擢など1、軍試合出場はなく、2軍でも内野も守るなど、出場機会が減った。も引き続き怪我の治療に始まり復帰は7月に、ずれ込むも、 一軍候補の若手保守が次々と脱落していく中で秋口にようやく一軍登録され再評価を受ける。周期キャンプでも教育リーグ行きを免除され、ベテラン格の扱いを受けた。6月21日、大阪新戦に代打で出場し、農見厚しから12年目のプロ初本塁打となるに、乱を放つ。この一打が一軍残留の決め手となり、守備機会を与えられ、 徐々に信頼を得ると、長い例からパートナー指名を受けるなど、出場機会を増やしていった。後半戦は、主戦保守だった島に代わり、中谷が起用されるようになった。当時監督の野村克也が、学校の成績と野球頭脳は別ととき、中谷の野球頭脳を高評価した。打撃は当初は振るわなかったが、8月頃からバッティングフォームを、 バスター打法に変えるなど試行策を重ねて徐々に1、軍投手のレベルに対応し始め、9月26日の対西部戦、西部ドームで、岸高行から7番セギノール、8番林殿、9番中谷の球団初となる3者連続本塁打を記録。このシーズンは、自己最多の55試合に出場し、楽天初の2位決定、そして、クライマックスシリーズ進出に貢献。 クライマックスシリーズでは4試合でスタメンマスクをかぶり、打率は333だった。はシーズン序盤に肉離れを起こして離脱。マーティブラウンが監督となり、若手保持を起用する采配に変わったため怪我が治っても、なかなか一軍に復帰できず、わずか11試合の出場に止まった。は、2003年以来再び。 星の戦一の下でプレーすることとなったが、やはり打撃力の弱さを問われ、若手重点起用となり、後半は一軍登録の機会はなかった。シーズン終了後は教育リーグに派遣されたが、リーグ終了後の11月11日に、球団から戦力外通告を受けた。12月1日付で、NPB から自由契約選手として講じ。なお、年に、 戦力外を通告された際には、球団からスタッフとしての残留を打診された。しかし、中谷自身は、打球団への現役続行を希望したため、同年11月24日に12球団合同トライアウトへ課した。前述した12球団合同トライアウトで、読売ジャイアンツ、巨人の関係者が、保守としての守備力を高く評価。トライアウト終了後には、 中谷へ入団を打診した。中谷も打診を受諾したため、2011年12月6日には、巨人へ入団することが正式に発表された。2は、4月15日より8月初頭まで一軍に帯同。しかし、1軍の正捕手を安倍晋之助、2番手捕手を佐根松一世に事実上固定したチーム事情の影響で、 自身の一軍公式戦出場は5試合にとどまった。7月31日の対中日戦で、9回表から保守の守備を1回こなしたのが、一軍最後の出場となった。二軍では、高卒ルーキー、今村主義のノーヒットノーランをアシストするなど、若手育成面での評価を受けた。プロ15年目にして、初めての優勝のビールかけ参加を経て、10月4日に、 現役引退を表明。ナインとの別れの際、監督の原辰則は中谷という野球人は非常に印象深い。彼がスコアブックに残らない面で残していったものを我々は受け継いでいかねばならないとねぎらった。同日付で NPB から任意引退選手として講示された。2は、ブルペン保守として巨人に在籍。 レギュラーシーズンの開幕前に開かれた第3回 WBC では日本代表の監督でもあった原の推薦でブルペン保守として日本代表に参加した。しかし社会人野球からの現役復帰を目標に同年限りで巨人を退団。退団直後には古巣の阪神から球団スタッフとしての復帰を打診されたが、あえて誇示した。には、 上達や中学生時代から交流があった手塚和史が主催する施設野球教室大阪道場のスタッフとして1月から少年野球選手の個人指導に携わった。その一方で3月4日付で日本学生野球協会から学生野球資格回復の適性を認定、同協会に登録している高校、大学の公式野球部でも指導できるようになった。には、 母校の智弁和歌山高校で1月から3月まで公式野球部の臨時コーチを務めた。同年4月1日付で職員として同校へ採用されるとともに、常勤扱いで公式野球部の専任コーチへ就任。学生時代からの恩師でもある監督、高島ひとしの補佐役を務め始めると、チームがこの年夏の選手権和歌山大会で2年ぶり。 通算22回目の優勝を果たしたことによって、自身21年ぶりコーチ就任後初の選手権、全国大会出場へ至った。2は、チームを、第90回記念選抜高等学校野球大会での、準優勝や、第100回全国高等学校野球選手権、記念大会への出場に導いている。さらに、選手権記念大会終了直後の8月24日付で、 高島が名誉監督へ就任したことを受けて、高島から監督職を引き継いだ。愛称は、ジン・ジャガ。上達や大阪道場のスタッフ時代にも、ジャガという愛称を上達やネームに用いていた。少年野球で保守を始めたきっかけは、太っていたことから練習が、しんどく、すぐにしゃがみたくなる習性があったため、半身同期入団の井川慶は、 中谷君とと21世紀の黄金バッテリーになれるようにしたいと述べている。2006年交流戦前に井川が交流戦で対戦したい相手は、の問いに中谷の名前を真っ先逃げている。楽天時代、仲の良い選手は、阪神時代にもチームメイトだったことがある山村博樹だった。阪神の中では、兄貴として慕っている赤星の博と金沢武と、 遺跡が決まった時には、選別として赤星から、直筆メッセージ入りのグローブをもらった。尊敬している人は、僕を一人で育ててくれた母。また、失明寸前で走ることさえできなかった頃、野球ができなくても、生きてたらええやんと、母から言葉をもらって救われたと、楽天遺跡後のインタビューで答えている。2002年の終盤、阪神の一軍保守は、 ベテラン山田勝彦と、浅井良、中谷の23歳コンビだったが次第に山田メインになっていった。その頃、記者陣に、チョンボの目立つ山田よりも若手を抜擢して今を積ませた方がいいのではないかと聞かれた、当時の星野監督は、いや、投手陣に、捕手は誰が受けて欲しいかと聞いたら、皆、山田がいいと答えるんだよと答えていた。そうしたことも、相まって、中谷は、 当主人に信頼されるような保守でありたいとコメントしている。その当時の山田、浅井、中谷の保守トリオの合言葉は藤川球児と藤田太陽にプロ初勝利をゲさせてやろうであった。2006年4月5日に野球人し、中谷と志ブログを開設。ブログではファンにプレゼントを企画したり、ファンが教えてくれた店、ホルモン屋には、 全部行くと書くなどファンと交流をしていたが2008年2月4日をもって更新を停止した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。